はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。助水様、今年も311献杯させていただきます。う様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金、河野太郎裁判費用に当てさせていただきたいと思います。東京都産業労働局観光部企画課による都庁ライトアップ企画プロジェクションマッピングって名前ついてます。税金の無駄遣いではと不評。今年7億円、来年 9.5 億円、再来年度以降も税支出が続くみたい。なんか永久にやり続けるみたいな、毎年10億円ずつみたいな。しかもですね、電通一社に丸投げ案件で癒着が疑われると。世界最大のですね、ライトアップにギネス認定されたみたいであります。世界一の称号が欲しくて、こんな金かけてんのか、こんな金出してんのか、いうような記事がありました。世論です。高すぎでは。なんでそんなに高いんだ、説明しろ小池。電通に金を流さないと死ぬ病気かなんか。なんだ下品なケバい色合いは。かなり恥ずかしい東京五輪開会式も電通案件だったよね。バブルなセンスと思ったら、やっぱ電通。これも公金中中の一環。都庁職員の天下り先なんだろうな。電通が天下り先とはちょっと聞いたことないですけどね。電通がなくなったら日本はかなり健全になると。100% 子会社の電通ライブっていうとこが受け負ったんだって。何が何でもですね、電通に金を渡したいという強い意志を感じますね、なんか。事業がなかったら、作るっていうかさ、都知事選が今年ですからね、電通を儲けさせておけばよ、悪く報道されないって仕組みなんじゃないの。今後何があっても小池百合子はマスコミに叩かれないし、不都合はむしろ報道されずに隠蔽されると予想するというか確信しております。なんか小池百合子都知事叩かれないもんね。2階建ての電車にすっからとか、ミルク、赤ちゃんミルク、栓開ければすぐ飲めるようなの、認可、発売すっからとか、電線完全に地中に埋めるわ、とか、いろいろ20ぐらい公約立てたの、全然達成してないもんね、一つもね。でも叩かれない。マスコミに叩かれない小池、百合子。次の都知事選は、自民も候補出すみたいなんですよ。都議会がですね、トファーを下してですね、自民優勢になったんで、自陣営の都知事を誕生させたいんでしょうね。けど自民の連れてくる都知事候補が、毎度毎度ダメダメなのは、なぜなのか。前々回は、小沢一郎の子分の増田っていうやつだったし、都観光部企画課の事業だっていうけど、これ予算以上にですね、外国人観光客が寄ってきて金を落としていけばまあ良い事業なんですけどね。電通との癒着が、こういう億案件、政府案件とか公共案件って受けるのが、いつも電通っていうのが引っかかるんだよね。なんか五輪とかさ、五輪の開会式ですか。有村春子参議院議員、国会質問、寄付もパーケン購入も経済的支援という点では変わらない。外国人によるパーティー券の購入を正していかなければ、日本の政治が外国勢力から支配や干渉を受ける制度的な脆弱性を持ち続ける。増税メガネ、問題意識は共有する。自民党として何ができるか考えたい。国会で初登場ですね。外国人パーケン購入問題っていうかね、世論です。実質外国人からの献金違法だ。外国人政治献金は禁止されているのに思いっきり抜け穴だよな。外国人の購入禁止はナイスである。初めから抜け穴がある規制ってなんなん。岸田派のパーティーは中国人が大勢らしいから。外国人も入会できる立憲ペートナーズとか、あったなそういうの。立憲ペートナーズ。あと民主党の党員は、外国人も慣れてました。民主党。
それと同じことしているのが外国人による赤旗購入だよ、禁止にあれこれ理由つけて反対している人はどういう背景があるんだろうか、問題意識が共有する自民党として何ができるか考えたい、やる気全然ないでしょこれ全然ないでしょ、自民党が考えるだから自分では何にも思いつかないっていう意味ですねこれね、頭が悪い岸田総理なんせ頭が極度に悪いからな、パーケンを購入した個人はいや企業はですね買った事実や金額を、記録に残す必要がないそうであります、まあ経費にしたいときは別なんですけどもね、交際費とかにするんだろうか、外国人や外国企業がしこたま買っても全然わかんない便利な仕組みであります。やはり議員はですね自分に不利になるような法律作んないんだなーって、政治資金規正法もですね5年が時効だが収支報告書は5年前まで修正できるっていうので事実上罪に問われることもなく、全然なく、間違いました修正しますで、終わっちゃう。これ野党もですねガンガン攻め時なのにね、自民の有村さんが詰めるのはなぜなんだ、なんで野党が詰めないんだって話、野党も外国人にパーケン買ってもらってるからだよね、そうとしか思いませんよね。外国人による赤旗購入、これは気がつきませんでした。だったら政教新聞も怪しいんじゃないのこれ、共産党に負けず劣らずですね防衛妨害ばっかりやってる公明党、中国共産党にしこたま政教新聞買ってもらってるんじゃないですかね、政教新聞がですね毎日新聞の部数抜いて久しいもんね、政教新聞固い部数を誇る、衆院選東京29区に出てですね公明党候補と戦う予定なんですけど私、政教新聞外国人がしこたま買うって連呼しますか連呼しましょうか、街頭で学会信者に刺されっかなーって、刺されたら刺されたでまあそれの証明になりますよね、ほら見ろーって、本当だから刺されたんだ俺は言えもんね、性転換手術の危険性を訴えたイリバーシバルダメージ、イリバーシバル不健学的損傷、翻訳版を角川が出版予定だったがバカポヨが差別だなんだって大騒ぎして出版中止になってました。角川に脅迫も言ったそうであります。出版するならあれこれするぞみたいな。産経新聞出版、不当な圧力に屈しないとして刊行すると発表しておりました。世論です、出版頑張ってね。言論封殺はやめなよ、言論の自由、表現の自由はどこへやら、あいつらね、バカパヨって自分の気に入らない言論は平気で弾圧しますよ、秘密警察大好きだもんねあいつらね、なんで脅迫までして出版させたくないんだろう、差別を助長するような内容じゃ全然ないぞ、また世田谷の共産党、どこだそれ共産党本部は代々木にやけどさ、脅すほどの内容なん、脅迫、恫喝、リベラルのお家芸と、性転換手術もですね身体的な危険性とですね、まあ一度やってしまったら子供が欲しくなっても無理ですよっていうドキュメンタリーらしいんですけど、いろんな実例を集めたルポ的な内容らしいんですけど、これがなんでですねトランスジェンダー差別を助長するのか全然わかんないです、なんでっていうですね、バカパヤの脳みそ回路どうなってんだろうね、本当に。角川には脅迫もあったらしいですね、産経はそれ承知で圧力に屈しないって言ってるわけで、まあ脅迫対策の準備はすでに済ませてるんじゃないでしょうか。あとは訴えられたりなんかしたらすぐに訴え返すような、そういうのに強い弁護士とかいるのかな。もう産経の方はですねバカパヤを買ってないんで、明らかなんでそれが不買するぞ。もう全然聞かないですね。おめら買ってねえだろっていう話で。恫喝、脅迫、リベラルのお家芸。私、これ昔から、論より大声嫌がらせ、最後は暴力って言ってました。パヨの伝統ですもんね、これね。令和の現金よこせ、もう強盗そのもののいぐさだよね。何言ってんだって話。移民難民の権利と尊厳のため活動する個人団体をつなぐ全国ネットワーク組織、移住連。NPO 法人なんて、不法滞在ではなく非正規滞在や無登録滞在と呼ぼう、呼びかけておりました。世論です、頭ハッピーセットかな呼び方変えても違法は違法、こいつらはコラボ系かな、こういうのいると NPO のイメージが悪くなるよな。非正規は少なくても合法だぞ、どんな理由であれ不法滞在は歴史とした犯罪だぞ、不法は不法、違法は違法だろうと、聞く耳持たないですね皆さん。移住令はですね税金滞納で
永住権取り消しも反発反対とかやってました、言ってました。ロンドン在住日本人さん、イギリスで税金払わないとガンガン利息ついて、どんどん督促されて、最終的には投獄されて、強制労働で払うようになると。これは知りませんでした。日本ではまだそれないね。口座凍結とか、家財の差し押さえはあるけどね、あの、車持ってかれたりね。強制労働で払うまでは、日本ではないっすもんね。英国厳しいっすもんね。英国厳しいですね。なんかあの罰金とかさ、払えないと、1日4000円ぐらいだったかな、あの労働で払えとか言ってぶち込まれるのは聞いたことあります、日本で。何の罰金ね、あの交通違反じゃないか、なんかとっても払えないような罰金課せられて、それ払えないと、1日4000円換算で、だから40万円払えないと100日ぶち込まれるのか、そういうの聞いたことありますね。池上彰、不法滞在者の犯罪が多いというデータはないって言ってですね、不法滞在者は全員犯罪者だろ、おめえ、バカなのかって、呆れられていましたけれども、テレビで言っちゃってね。非正規とか無登録って少なくても違法状態じゃないでしょうよ、これ。間違ってるよな。これなんでかんで違法とか不法とかいうことじゃなくしたいっていう意図が見えますね。非正規とかってほら、臨時とかそういう、パートタイムとかそういう意味でしょう。合法でしょう。無登録って結局無免許、状態であるってことでしょう。それでああれこれやったりしなければいいわけで、無免許の人が車の運転しなければ、合法なわけだし、間違ってるよな。不法滞在って呼び方嫌ならとですね、違法滞在とか、滞在犯罪って呼び方、いかがでしょうか。バカパヨ陣営はですね、不法滞在は犯罪ではないってことにしたいらしいから、それをコッパみじんに砕くためにね、滞在犯罪、滞在犯罪者、とか言うのがいいんじゃないでしょうか。子供と関わる就労者、例えば学校の教師であるとか、塾であるとか、性犯罪歴がなくても子供からの訴えなどで性加害の恐れがあると判断された人物について、雇用主に配置転換などの安全措置を義務付ける方針だそうであります。これなんつうの？性犯罪歴は調べられるようになりました。子供に関わる就労者の性犯罪歴は調べられるようにリストができましたけど、それでは再犯は防げるが初犯は防げないよねっていう声があったみたいであります。世論です。岸田を配置転換してくれこれ笑いました。反日データベースも作れ、大賛成。配置転換云々の前に解雇だろう。子供と接する職業は全部が女性になりそう。顔だけで犯罪者扱いされる時代か。防犯カメラつけまくれ。性加害の恐れがあると判断された人、これ一体どういう人が該当するんだろうな。見るからに犯罪者顔とか、そんなだったら私もちょっと自信ないよ。見るからにスケベーとか、なんか気持ち悪いとか、判断されたら傷つきますね。男は小さい頃からですね、心ない女性と、旧友とか、肝とかうざとか言われて、女性よりはまあディスり体制は高いんですけどね、モテない男ね。全員女性なんですよ。男じゃないとダメなことってありますかね？ないですかね？教育者、学校の先生全員女性になって、なんかまずいことってあるんだろうか。欧米でよく見かけるですね、男子中学生、男子高校生と関係を持った女性教師に懲役20年とか、ニュースたまに見ますけど、私これ犯罪とは思わないんですよね。何もね、男子中学生を椅子に縛り付けて、やったわけでなかろうに、でもこんなこと公言しちゃまずいっすかね、私ね。まずいっすかね。まずいかな、やっぱりな。そりゃ生徒の親は嫌だろうけど、だってね、男でしょう、男。男もその気になって、体の一部が硬くならないとそういうことにならないわけじゃん。だったらその生徒の方にも意思があるっていうことでしょう。そんなね、無理やり縛り付けられて、すごく嫌だったら硬くならないわけじゃん、体の一部もさ。そりゃね、前田利家の正妻松は12歳の時に長男産んでるんですよ。だから十分可能じゃないかと思うんですけど、
半日データベース作れ。これは大賛成ですね。教育機関だけじゃなくてですね、あらゆる企業に公表して、半日工作員は就職できないっていうふうにできればさ、そうすると半日だらけの大学から教授がいなくなっちゃうかなーって、そういう大学は雇う側もですね、半日だからいいなっつって雇ったりする節やっからね。その他のニュース、全日本港湾労働組合沖縄地方本部さん、アメリカ海軍駆逐艦ラファエル・ペラルタが石垣に入港したら4日間ストライキを行う。まあ嫌がらせですかね。スト実行で4日間沖縄本島と石垣島にですね、物資が入らなくなるみたいであります。航空便は別だけど、船によって運ばれているものは一切入らなくなるみたいなんですよね。これ沖縄電力っていうのあったと思うんですけど、これが燃やしてる石炭とかも入ってこなくなるのがね、沖縄県民、それ労働者の待遇に関係ないんじゃないの。県民のライフラインを人質に政治主張をやめろ。公安関係者さえもはてなはてなはてな何っていう、これ評判悪い、非常に。ネット、人民軍の船は感激するくせに、こういうことばかり言ってから世間から愛想つかされるんだよ。これって普通にクビにできるよね。労働者の待遇改善に一切関係ない政治活動だから、単にねサボったってことになってクビにできますね。単にですね、まあデモに参加するために、休みました勝手にっていう話だからクビにできますね。これね、昨年の生活保護申請は 25.5 万件で4年連続増加。今生活保護を受給している世帯は165万3778世帯で過去最多だそうであります。5000万世帯ぐらいしかなかったんじゃなかったしたっけ、日本って。したら30件に1件ぐらいが生活保護なのか。生活保護世帯1世帯を29世帯で支えてんのか。冗談じゃないですよね。冗談じゃねえよ、もう冗談じゃねえよ。厚労省は物価高のせいかなって言ってますけれども、これ数が多い団塊世代の方がですね、体壊してとか、やむなく生活保護に、なりましたとかもあるんじゃなかろうか。それだとすると今後どんどん増えますね、生活保護。数が多い団塊世代は今75歳から78歳ぐらいの間、まあ70代後半ですよ。そうするとやっぱりね、体壊して、バイトできなくなっちゃったなんて言うと生活保護ってなっちゃうのかな。まあ税負担率がですね、5割弱で働いたら負けっていうことが浸透してきましたね。浸透してきました。法的根拠のない外国人生活保護やめろって、もうたまったもんじゃねえから。30世帯に1世帯が生活保護じゃ、たまったもんじゃねえからやめてくれ。ガバメントオブザジャパニーズ、バイザジャパニーズ、フォアザジャパニーズであるべきですよ。日本人の、日本人による日本人のための政治政府であるべきですよ。大阪府羽曳野市職員女性、元交際相手男性の住所を市役所のシステムを使って調べ上げ、今も愛しています、あなたの子ですなどと記した手紙と偽の胎児のエコー写真を送りつけ、男性離婚、家庭崩壊にちゃんのですね、修羅場すれにあるような話ですね、これ。この女性のメンヘラぶりが怖いっすね。サイコパスだな。大阪地裁、男性に55万円支払えと判決出ましたけど、家庭崩壊させといて安いっすね、これ。女性に甘すぎない、この判決。男だったら1000万円ぐらい取られそうですよね、これね。こんなメンヘラなことやらかしたらね。ロシアがゼレンスキー大統領を直接ミサイル攻撃、5人死亡。運よくですね、150メーターほど離れたところに着弾したみたいであります。これはロシアのミサイルの精度が悪いんだが、ゼレンスキーの運が良かったの。来てたギリシャのミゾタスキ首相も同行したので、ゼレンスキーに。ギリシャは NATO 加盟国ですからね、そこの首相を爆殺しちゃったら NATO が発動するんで、ロシアはむしろ外れてラッキーだったんじゃなかろうか。
ネットのロシア用語派がですね、早速ですね、ウクライナの自作自演とか言ってたんですけど、自演でもね、自分と協力国の首相をミサイル攻撃しないんじゃないの、って言っても頭がおかしい陰謀さんは聞く耳持ちませんけどね、理屈じゃねえからなんて、そう信じたいからみたいなところはありますんで、陰謀さんは。しかしな、ロシア擁護するやつの気が知れねえよな。ロシア調子に乗っと北海道に攻めてくんのにね、ロシアは隣国だけどウクライナは隣国じゃねえんだから、ウクライナが日本を攻めるっていうのは考えられないじゃないですか。ロシア通り越して中国通り越してウクライナが日本を攻めてくるってありえないじゃないですか。だけどロシアの調子こいたらウクライナ占領して国力アップなんつったら、調子こいたら北海道を攻め込んできますよ。我々日本人はですね、そういうね、どっちが正しいとかどっちが悪いとか、こういう事実があるとかは、関係なくですね、自分らの得のためにロシアが弱らないと困るんだよね。だからロシア一生懸命擁護してるやつは頭悪いんだなって思いますけどね。まあ、こんなこと言っちゃうとこの動画見てる方の中にも、敵作っちゃうかな、まずいかな、思ったりしながらね、チャンネル登録お願いします。あとメール登員さんになって日本改革とご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。